ルフ場からなんとか大洗の市街戦に移行できたんですけど、私たちアンコウチームはクルセイダーに苦戦しちゃって。セイグル1の俊足は伊達ではないのでございますわよ。でもミポリン、私たちクルセイダー3両もやっつけたじゃん。確かに苦戦と言われるとそうでもないような。むしろこの場面ではこちらが押しているように思えるかな。確かにその通りでございますわね。アンツよ、直伝のナポリターンを成功させられなかったことが今でも悔やまれるな。いや、ナポリターン自体は成功していた。我らに回る砲塔さえあれば。明智光秀がごとき渾身の一撃となったはず。砂浜でのナポリターンは練習よりやりやすかったぜよ。まさか知らない間にカバさんチームがこんな技を覚えていたなんて、びっくりしちゃいました。私たちだってフラグ車を見つけただけじゃないよね、ももちゃん。ああ、今まで戦車道を始めてから幾度となく試合を行ってきたが、その中で一度も成し得なかった悲願の発撃。いやー、決勝戦に続いてまた戦車の下敷きになっちゃうとはね。まさに縁の下の力持ちってやつだね。あの時の亀さんチームにはお世話になったわ。私たち実はあれが発撃波だったから、改めてお礼を言わせてもらうわ。ありがとう。生徒会の皆さん、ありがとうございました。チームプレイ、チームプレイ、気にしないでいいよ。それよか、発撃波おめでとう。会長。西澄さん、僕たちの活躍はどうだったかな。はい、皆さん地形を利用したいい連携攻撃でした。三位一体のコンビネーション、ネットゲじゃ味わえないリアルの迫力だった。ももうん、リアルでも羽根技は超気持ちいいっちゃ。クダモはヒルドモと一緒に一両仕留めたのであります。フェイントからのサイドアタック、見事に決まりました。こんな手に二度も引っかかるなんて。ねえ、なんで私たちアヒル殿なの？アヒル殿ってなんか落ち着かないよね。そんなことはありません。尊敬する人に継承をつけてお呼びするのは人として当然のことなのであります。まあいいんじゃない。アヒル殿って聞き慣れるとなんか可愛いし。ちょっといい？ミホ。はい、何ですか？ケイさん、大愛防衛戦が崩壊した時点で残った戦力を集めて体勢を立て直すっていう手もあったと思うんだけど、どうしてそうしなかったの？カチューシャたちが未放射を追っかけてたのよ。そんなことする暇がなかったんじゃないの？しかし、そのような危険な状況だからこそ戦力を集中し大将を守るという選択もあると思うのですが。それはですね、フラク社の位置情報、そういうことだな、ミホ。うん、そうだよな。こっちのフラック社の位置がバレバレなのに、あっちのフラック社の位置がわからないじゃさすがに勝負にならないからな。なるほど、もともとの西澄殿の作戦がダージリン殿のフラック社を直接狙うことでしたから。相手のフラック社の位置がわからない状況では作戦どころではないということか。防衛線が突破されてダージリンさんの位置がわからなくなる前に何とか捕まえたかったんだけど。では私たちがずっとクルセイダーと戦っていたのはダージリンさんの計算通りだったってこと？私たちあんなに頑張ってたのに。敗北の味を知ってこそ甘美な勝利を味わえ。マルコム・フォーブスですね。なんだか悔しいよ、ミポリン。私たちまだ負けたわけじゃないのに。そうだ、アンコウが時間を稼いでいる間に我々がフラッグ社を発見したのだからな。でもダージリンさんたち、あの時外でお茶を飲んでいたのよね。そうそう、なんか余裕な感じだったよね。あなたたちが手に入れた時間は私たちの時間でもありますから。何？どういうことだ？皆さんが私たちを探している間、私たちも皆さんをお出迎えする準備ができたということです。頼れる同士の準備は万端よ。なるほどね、絶体絶命ってところだったんだね。
力だけでは風の流れは変えられない。でも知恵だけでも変えることは難しいんだ。はい、作戦だけで全てが決まるわけじゃありません。そうね、あなたの言う通りだわ、美穂さん。運命の天秤は常に気まぐれ。始めましょうか、美穂さん。はい、それでは思い出作戦、大洗市街決戦を始めます。パンツァーゴプラウダー、地の利はこちらにあるのにしっかりついてきますね。敵車両を見失いました。うー、残念。ダージリン、頼れる同志のもとにおびき出して。わかりました。頼れますか？前進！前進するわよ。発射！すごい！褒められちゃいました。西住殿、海からカーブ2です。大丈夫、方針よく見て。砲塔旋回、回るの遅えな。あの角度で回せばひっくり返りますよね。カベタ、ノナ、カベツ、行動不能。前進よ。前進があります。待ち伏せだに。どうやら決着がついたよね。どうする？謝ったらここでやめてあげてもいいけど。敵車両は入れてありません。トラック車の位置が分かったよ。注射お願いできる？仕方ないわね。試合終了。Thank you.
しないでね。それでは試合を始めます。こちらアンコ、神社を抜けて海岸へ移動します。進め、前進してください。時は回る砲塔が欲しいよね。敵車両見つけたよ。発射。そこへ。これクリックターン。お願い。当然オッケー。前進するよ。前進する。これでも前進。当たる。装填完了。どんどん行くよ。完了であります。待ち伏せだに。どうやら決着がついたよね。どうする？謝ったらここでやめてあげてもいいけど。敵フラッグ車完了よ。フラッグ車見つけたって。で、右側面に避難。大ダメージみたいだぞ。カチューシャ、お願いできる？仕方ないわね。試合終了。それでは試合を始めます。こんな格言。おーい、フラッグ車見つけたよ。のんきにお茶飲んでた。会長、フラッグ車が逃げます。追いかけましょう。来ましたわね。では戦車前進。前進、敵車両発見。わかりました。頼れますか？9号式砲塔不能。進むわよ。前進します。どうしたの？装填遅いわよ。攻撃、いかなる時も冷静でいいわね。さて、そろそろかしらね。どうやら決着がついたよね。どうする？謝ったらここでやめてあげてもいいけど。敵フラッグ車発見。発
試合終了。それじゃあさっさと片付けてお家に帰るわよ。それでは試合を始めます。おーい、フラッグ社見つけたよ。のんきにお茶飲んでた。会長、フラッグ社が逃げます。追いかけましょう。来ましたわね。では、戦車前進。進むわよ。前進します。ちょっと同士の元におびき出して。わかりました。頼れますか。前進。敵車両を捕らえたわよ。下がりなさい。撃て。いいわよ。前進します。やればできるじゃない。ヘッザー行動不能。撃て。ルノー D1 行動不能。敵ではないわね。止まり。一時方向から攻撃を確認。何やってんの。装填急ぎなさいよ。そう、撃て。9号式行動不能。調子で行こうよ。カチューシャの作戦通りね。攻撃。待ち伏せだね。どうやら決着がついたよね。どうする。謝ったらここでやめてあげてもいいけど。装填完了。装填完了よ。撃て。前進前進だ。いいわよ。この程度何も問題ないんだからね。何やって。様子はどうなの。やりました。装填完了よ。聞いてるわね。装填完了。装填完了。十字方向から攻撃を確認。89式行動不要。押してるわよ。撃て。装填完了。いいわよ。機車両を捉えたわよ。やればできるじゃない。4号行動不能。試合終了。